はい、こんにちは。はい、いつもマリーンズの話をねさせてもらってるんですけど、はい、今回ちょっと聞いてみたいなんかね、あるようで、はい、はい、清水さん的に今、はい、メジャーリーグでメジャー、はい、大谷翔平選手とアーロン・ジャッジ選手がどっちが MVP 取るんだっていう、うん、まあ話題になってるじゃないですか、うんうんうん、で清水さん的にどっちですか？全然詳しくないからなメジャー。でもアーロン・ジャッジってもう打ったの？その61は打ちました。どこだ、新記録なの？タイ記録ですね。タイ記録、はい、60本ってすごくない？すごいんでしょ、メジャーで。いや、まあ、でまあまあ大谷君も、投げては15勝16勝、はい、で打っては、ま、10月3日現在ですからまだ全部は終わってないんですけどね、試合は。はい、まあどうなんでしょう、やっぱその過去何年でやってきたことのないことをやってる、評価する対象がないのは大谷君なんだよね、はい、やっぱり、うん、アーロン・ジャッジって評価としてはその先人がいるから、うん、先人がいて、60本だ、61本が、まあ、62本なのかっていうところ、大谷選手はその先人がベーブ・ルースにまで巻き戻さなきゃいけないっていう、その評価がわからないから、その皆さんその天秤にかけるじゃないけどなってしまうんじゃないかなと思ってて、わかりやすく言えばアーロン・ジャッジになっちゃうのかなと思うんですよね。やっぱりその記録っていう、まあホームランのね、そのなんていうかな、文化って言ったらおかしいですけど、やっぱりちょっと語弊があった悪いんですけど、ホームランどんだけ遠くに飛ばせるんだ、でスピードどんだけ速く投げれるんだっていうところで結構その醍醐味じゃないですか、うん、まあ、そういうところでは評価はそっちに行ってしまうんじゃないかなっていう気はします。まあ評価とその価値っていうのは違うから、うん、まあこの MVP っていう今年のその評価って言ったら分かれるのかもしれないけど、僕はまあもちろんすごいですよ、うん、ね、ジャッジもすごいんですけど、大谷君のやってることってとんでもないことなんで、うん、もうその価値とか云々とかじゃなくて、まあ一言でまあとんでもないぞと、うん、それに対して MVP とかどうこうっていう評価じゃない、もう違うところにいるから、その MVP どうこうっていうところの評価も本人は、まあ、もらえたらとは思ってると思うけど、もう違う物語っていうかをもう一人だけ進んでいってる人だから、うん、彼は、うん、だからそっちの世界を誰も評価できないから、うん、でも MVP ってどっちかにしなきゃいけないでしょ。そうですよ、はい、だったらもうそういう風になってもいいんじゃないですか。かといってそれで取れなかったからって言って大谷選手の価値が下がるわけでもないし、うん、もう一層高まってると思うし、うん、もう前人未到を続けてるわけですから、はい、そこは僕はもう全くそのどっちがいいとどこじゃなくて、どっちがなったっていいと思ってます、うん、はい、どっちがなったっていいと思ってます、はい、こうメジャーではすごい MVP 争いって、うん、なんか話題になってるみたいです。ああ、そうなの？なんか、うん、日本の球界あんま聞かなくないですか？だからそう、日本の MVP ってことですか？でもそれってあれちゃう、なんかもうそういうもんなんじゃない、文化なんじゃないの。まあ、まあこれって言うとおかしいけど、日本人 の、 そのやっぱコツ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 積み上げてきて、最後その MVP なのかどうかでも取れなかった人たちに対して拍手だって送るし、そういう評価をしてるから、なんかもうみんなが MVP みたいなさ、なんかよく言葉でさ、全員が MVP みたいな、それで良しとしてるっていう文化もあるから、あんまりそのまあ今回だったらね、日本シリーズに出てとかクライマックス MVP とかシーズン MVP ってあるけど、評価としてはでもなんか本当にこうみんなでチームとして戦ってるっていうところにあるから、そういう見方をしない日本側と、もうアメリカで誰なのっていう、そのもうこれを決めたがるそういうその文化の違いなのかなと思いますけどね、うん、まあ、僕はその両方素晴らしい選手で、もとんでもない記録を達成してる選手だと思うので、どちらでもいいです、どちらでもいいです、うん、価値は変わらないです、何にも変わらないです、はいはいはい、タイトルだけの問題だと思います、はい、でいいですか、質問の答えになってますか、はい、もう一個いいですか、はい、ついでに大谷選手が、はい、新しい契約、はいはいはい、発表されました、はい、43億とか、43億円、うん、これは金額的に適正ですか？足らない、まあ、もっともらってもいいって思うけどね、なんか番組でやってたので言うと
1年70億ぐらいの価値があるんじゃないかみたいなことを言ってました。まあでも1年契約なんでね、はい、あのアメリカの場合ってトレードがあったりとか、うん、いろいろその条件付きっていうのが、まあ、今後ね出てくるとは思いますけど、まあこれも衝撃的なその、ね、ビッグニュースで、ね、頂点になる選手を、まあ、この段階で、まあ、1年で契約をさせるっていう、そしてまあ本人も飲むっていうね、まあ、もちろん代理人が飲むんですけども、まずで本人が飲んで代理人が飲んでっていうところで、まあ、そこまで その価値をもう一気にこう30億以上の年俸のアップを勝ち取ったっていうのはすごいなと思うし、適正価格ってもうね、だからもう違うところに行ってるから、そう多分ね適正価格ってないんですよ。なのでそのピッチャー側の成績、野手側の成績ガッチャンコで70億っていうけども、一人でやってしまってるからもう適正価格ないんで、もうガッチャンコが適正価格なのかもしれないです。なんかもしかして誰かが言ってる60なのか70なのか、それが適正価格だとすれば43億ですか、ちょっと割合安じゃないって、2割安なんじゃないのとかって3割安かと思うけど、はい、でもまあまあね、そういうその評価がないからすごいなと思っちゃう、もう評価ができないから金額もつけれないわけじゃないですか、だからもうとんでもないし、まあ、もっと言えばその日本人がね、これだけ1シーズンでその、まあ、野球大国であるそのアメリカのね MLB でこんな金額をもらうとはっていう、何かの記事で僕もちらっと見たけど、数年前の MBL、はい、バスケットでマイケル・ジョーダンがもらってた年間何十億に匹敵するぐらいの額を日本人がその野球っていうスポーツで取るっていう時代に来たかっていう。でまあここをね、その大谷選手が日本ハムファイターズにね入団した時に、もう本当に今ではみんな普通に、ね、投げる方打つ方見れてるけど、一時期は言ってたよね、解説者とか評論家の人が、うん、ピッチャーだけやらせればいいとか、うん、二刀流なんて無理だよとか、はい、その日本のプロ野球 そんなもんじゃないよとかいろいろ言ってたっすけど、それを今聞かせたいっすよね。でそれにそのやっぱいろんなプレッシャー耐えながら栗山監督がね、僕当時栗山監督とねそういうお話させてもらったことあるんですよ、うん、栗さん大変ですよねって言ったら、まあすごい仕事をその受けてると。栗山監督今日本代表のね監督やられてますけど、まあでもやっぱり投げりゃ160キロ出るし、うちはバックスクリーンの上段にポンポンバッティングで練習で掘り込む、どうやってやめさせるんだっていう、やっぱその思いから本当にこうずっと繋いできて、そして海を渡って活躍してるっていう、そのやっぱもっと評価しなきゃいけない人たちっていうのはたくさんいると思うんですよね。もちろん大谷君がすごいんですけど、それをこう支えてきたファイターズであったり指導者であったり、まあバッティングもそうだし、ピッチングコーチの方もそうだし、いろんな方がね、こうアスリートってそう思うんですよ、立ち返るとね。なので、まあ、そのちょっとアーロン・ジャッジ の, MVP とか大谷君の年俸とかっていうところで、その評価っていうのはそこにこうぐーっと、ね、フォーカスするんですけど、まあそういうことに取り組んできてた人たちにも、ね、スポットが当たってほしいなっていう気もするので、はい、もちろんそのちょっと金額からずれ話ずれましたけど、もっともっと、もらえる選手が、はい、まあ、日本から誕生するということも日本野球の価値を上げることでもあるし、僕たちにすごいこう楽しみとかをね、こう画面を通じてですけどこう提供してもらえるというのは本当にありがたいなと思うので、うん、まあ、総じてですけど本当に素晴らしい成績をその、ね、残した2人、そして大谷君もそうだし、とにかく怪我しないで、僕いつも言うんですけど怪我しないようなケアを、ね、しっかりしてもらいたいなと思います。ちょっと遠い話ですけども、専門じゃないところなんで、なんじゃこりゃってなってるかもしれないですけど、まあ、僕の思いをこう伝えさせてもらいました。はい、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。